はい、どうも、なぎです。はい、どうも、なぎです。はい、どうも、なぎです。やっぱり最後は秋ですね。はい、秋から始まり、秋で終わるのではないでしょうか。まあ、一番最初に始まったのは秋なのかどうかも、微妙なんですけど、本日ですね、ピグミン2の続き、まあ、最終ですね、もう、最後に、差し掛かりました。ほとんどのステージが、全部、キラキラしております。旗がついております。お宝が残り、夢の穴で21個。21個必要になりましたね。はい、ということで、夢の穴に、向かっていきたいと思うんですけど、ちょっと、心配なことがあって、まあ、竜医をね、助けに行こうかなと、思っちょるんだけども、だけど、夢の穴、さあ、ここさあ、前回のやつもあるから、一回でクリアできるとは思わないんだよな。とりあえず20匹ずつ全部連れてこうかなと思うんだけど、20って結構多いでしょ？ 20×5 で、行こうかなと思ってて、まあね、せっかくピクミンいっぱいいるので、この子たちで行こう。はい。20全部お花か？俺のピクミン。みかんボーイがどっかに、来そうで怖いな。お花じゃん全部、イエーイ。みかんボーイがなんか、たまたまどっかから出てくんだよ。それが嫌だ。誰もいない？オッケー。これ、みんな連れて行こうか。100匹。あれ？待って、83匹しかいない。あれ？忘れてる。忘れられちゃった。よし、今回行くぞ。みんな一応、激苦と激辛を使いたいんだけど、激苦は2個しかないから、激辛メインで行こうかなと思います。一つのステージで1回ぐらいは使えるんじゃないか。まあ、道ね、作っといたので。はい、渡ってね、みんな。あれ？ちょっと待って、97匹しかいない。あれ？え？社長？97しかいない。あれ？なんで遅れてるピクミンがこの後に及んでいるの？どうして？え？あと3匹はどこにいるんだ？何やってんのよ、ムラちゃん。ムラちゃん、激辛吸ってこう。なんかすごいよ、もう。激苦。これは嬉しい。激苦3個になったぞ。ありがとう、紫ちゃんが教えてくれたんだよ。紫どんどんくんたちが。よし。したら、全員集合で、あのピグミンをまず、あ、ピグミンって言ってたけど、あいつを、紫の集団で、ボコボコにしよう。どんどんして、ボコボコ、オッケー、ボコボコにした、オッケー。で、通れるようにして、ここもじゃあ紫で。うわすげえ、紫すげえ、すげえ、蹴散らしたぞ。すげえ、紫すげえ、しかも激似が出てる。すげえ、なにこの大量の蜜がすごい、蜜が、すごい、幸先がいいですね。ということで、夢の穴、ここにルイがいる可能性もあると言っていたので行こう。緊張してきた。緊張してきたぞ。いや、一回でクリアできるか分かんないんだ、初見で。前回めちゃくちゃやられちゃったからさ。爆弾とかマジで気をつけないと気抜いたらやられるので。夢の穴へ到着。あ。やばいぞ。彼出てこないかな。エビちゃん。エビちゃん。エビちゃん出てこないの？
エビちゃん、エビちゃん、どんどんで動けなくさして、みんなでこうどかどかと。お宝をね、見つけなきゃいけない。はい、はい、怖いなぁ、マジで。ゆっくり行こっか。誰もいないね。もう爆弾くんとか時々いるのかね。怖いし、ここに彼らがいるのも怖い。彼らがいるのも怖いから、はい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 、オッケー、戻れ。待て、各自ね、行かれるとね、爆弾が落ちてきた時対処できなくなっちゃうから、置いとこう。オッケー、白おいで。オッケー、白で行こう。白舞台で行こう。白、あ、待って、あそこにめっちゃピクミンいるな。ピクミンじゃない。変な色の子供のチャッピーがいっぱいいる。行くか、みんなで。投げまくるか。うおー、オッケー。紫どんどん強。待って、紫どんどん待って。あー、エンジェルフィッシュもいる。うれ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 。オッケーオッケーオッケー。いけ、倒せ。ピクミンたちがかわいそうだ。いけ、みんなでいけ。みんなでいけ。いけ。よし。あ、あそこにあるね、アイテム。21個さ、集めなきゃいけないから。うわーお。よいしょ。チャッピー来た、待って。うぅ、危ねえ。チャッピー怖いな、これ。どうしよう。ここにいる子たちも倒すか、倒すべきなのか、これは。オッケー。君、来れなくなっちゃってる。オッケー。運ぶか。少し運びに行っちゃってー。君たちも帰ってきてね。みんなじゃあこっから来れるんじゃないか。あべ、まずい。宇宙落とせ。どんどんして、動けなくして。やべえ、紫クソ強え。紫がクソ強えぞ。みんな出てきた。エビちゃん出てきたよ。エビちゃんはこうやって倒す。ナイス。どんどん強いな、紫の。はい、最強。キウイを運びました。ナイス。待って、これ長い時間でもさ、同じとこにいたらさ、またさ、海坊主だっけ？なんかドッスンって落ちてくるやついるじゃん。あいつが来る可能性あって。それが怖いの。みんなで壊してくれ。そしたらもう下行こっか。いい感じ。はい、オッケー。まず第一ステージクリアですね。犠牲者なしなのがでかい。ちょっと10匹以内にね、したいよね、ピクミンの犠牲。多すぎて大変だし。わーお。わーお。わーお。倒せ。はい。わー、いるね。でっかいのいるね。でっかいの、まあ、紫でいけるんで。彼らも紫で中心にいけるんだけど。紫舞台で、蹴散らそう。はい、ナイス。で、上。みかん坊主じゃん、これ。だよね。ちょっと待って、みかん坊主いるやん。危ない。あ、しかもなんか鉛筆落ちてる。お宝の。あいつと落ちてくんのか、こっちまで。入り込まない。みかん坊主はさ、キーピクミンで倒そうか。
おいで。ヒビグミを貼り付けたいんだけど。むずいな。いけいけいけ、行ってこい。いけ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 、注意ぞ、俺ら。やべ黄色、食べられる、食べられる、危ない。ああ、ちょっとやられた、6匹もやられた。みかんポーズ強いぞ。強い、お前らも、お前らも、頑張れ。一旦倒そうか。一旦これ倒そう。オッケーオッケーオッケー。で、ああ。頑張れ、ピグミたち。危ない危ない危ない。この高台にいるのどうしようもないな。ちょっと一旦ここか、二人で、四人で。めっちゃ飛んできてる。え、戻ってきて。オッケー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 。ちょっとみかん坊主強いぞ。6匹やられちゃった、まずい。まだ多分みかん坊主がアイテム持ってるんだよ、彼が。彼が、ね、持ってるから。え、そんな攻撃の仕方ある？強いって、それ。どうしよう。みかんちゃん、どうしよう、みかんちゃん。強いよ、みかんちゃん。俺がここで、あー、大丈夫か？届かないか、さすがに。みかんちゃんのさ、体力が残りどのくらいか気になるな。そう、そう、危ない。頑張れ頑張れ。やばい、こっち向いてる。なんか高くて見えないな。あ、これでいこう、これでこれでいこう、これなら大丈夫だ。みかんちゃん結構体力残ってるね。あ、やばい、みかんちゃんこっち向いてるよ。星点もちゃんと使えってことか。後ろピグミ1匹ちょっと返してみる。あー、これ大変だな。あいつ、あいつ倒さないとでもアイテムが1個ないから。ピグミ大丈夫、大丈夫。じゃ、もう一回激辛使おう。激辛使って倒そう。はい、危ねえ。激辛強いな、結構ダメージ入ってる。ああ、おいで。なんか連続で食らうと死んじゃうんだけど。やばい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 。激辛使ってるのに全然倒しにいけない。全然倒しにいけない。頼む、一人頑張れ。一人で頑張ってる。あいつ一人で頑張ってる。あいつ一人で頑張ってる。うわぁ、あ、治っちゃった。集合、待って、やばい、やばい。ピグミ、ピグミ、ピグミ、おいで。なんであいつだけにこんな時間かけてんの。逃げろ、頼む。いけいけ、あと一発、いけいけいけ。まだ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 。よーし、よしよし。いや、みかん坊主が来る前に、あ、ここみかん坊主が、みかん坊主の坊やが来る前に一回みかん坊主運んで、よし、ピグミン集合。大変だったな、6匹も黄色がやられちゃったよ。やりよる、あいつは。届くか？ピクミンがもう俺の周りにいっぱいいる。かわいい。全然運べないんだけどね。一回怖いから倒すか、これ。近づいて。はい。はい。はい、オッケー。で、ちゃんとここから倒しましょう。いた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 。紫じゃいけないよ。ね、君たちはなんで落ちちゃうのかな。
みんなでも頑張って、なんで落ちちゃうのかな。銃だよ。青ピクミン一匹いる。行ってこい。よし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 。もうなんか君たちも運べ、運ぶんだ。もういい、運べ。いけ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 。あれ運んだら次行けますね。6匹、黄色6匹やられたの覚えとこう。よし、鉛筆削り手に入れました。手動工作マシーン、これね、全部いないか。これで OK、 これ全部なくなった。次行きましょう。そっか、黄色6失ったのか。覚えとこう。白とかやっぱ紫使っていれば20匹いるから。なんかやだなこれ。これやばいぞ。ちょっとクマチャッピーだっけ、倒さないと。はい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 、戻る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 。なんか歩いてくるチャッピーがいるんだよ。はい、歩いてくるチャッピーを倒さなきゃいけないな。あいつらの親玉が多分どっかにいるから。うわ、爆弾やば、爆弾やばいよ。なんか爆弾探してこよう。爆弾なし、爆弾ない、爆弾ない、爆弾ない。オッケーオッケーオッケー。紫どんどんで一回倒す。紫どんどん強いぞ。紫どんどん強いぞ。いいぞ。白が必要だ。毒が食らってもいい白で、あいつら倒すしかないな。やべ、これ危ねえ。白じゃ踏めないのか。白軽い。あ、そんなことない。白でも踏める。あ、白でも踏めるじゃん。ナイスウェア、ナイスウェア。うわー、爆弾だ。あー危ない、怖い、爆弾怖い。これも来そう、爆弾。爆弾全部出してこよう、社長が。一応ここは敵がたくさんおられる。あれ、大人の子供の、あれ、大人の子供の大人の子供がいない。子供の大人がいないぞ。爆弾も何もないね。なんかアイテムここに埋まってるっぽいな。猫ちゃんやめてねえ、喧嘩しないでお願い。爆弾なかった。行こうね、行こう。ビクミン大事にね、行かないと。最終回ですからね。本当は犠牲者ゼロで行きたいんだけどね。待って、やばい、待って、マジでやばい、マジでやばい。危ねえ。ここ誘導される。ピグミン一匹落ちた。ピグミン一匹落ちた。ピグミン一匹落ちた。赤ピグミン落ちた。赤落ちた。赤ピグミン落ちた。ちょっと待って。びっくり。何それ、何それ、何それ。爆弾落ちてきすぎじゃね。急にさっき落ちてこなかったのにさ、ね、不意打ちが嫌だもうこのゲーム。不意打ちが嫌だ。魂の石なんかコントローラーのスティックですねこれ多分。あ、でも全部いった、全部いった、全部終わらした、全部終わらした。激辛使っちゃったけど、まあいった。やっぱ親玉いたんだな、いないと思ってたけど。でもアイテムないから行こう。11匹失ったか、7匹失った。何を失ったのか分かんない。なんか気づいたら食べられてたんだよ。
後ろで気づいたな。爆弾もあった。あれ。おい、到着。ちょっと待ってね。ピクミン連れてくるのを考えなきゃ。紫いたらいけるか。全員。そう、なんか、ちょうどね、パソコンから通知来ちゃって。パソコン通知のせいで、ちょっと。ゴン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 。おぶねえ！そんな吹き飛ばされる方法とかあるんだ。じゃあさ、これさ、一回さ、やばいな。お互いがお互い狙わせるか。これ。こうやって。そう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 。お互いがさ、打ち込め打ち込め。あー、惜しい。惜しすぎー。あ、生まれた。生まれた。あ、危ない。これお互いがお互い倒そうかなと思ったけど、赤いコールでもないし。どうしようか。どこにお宝があるんだ。こっちにお宝ないんだよね。こっちにもないね。行く場所決めちゃおっか、もう。この子とかさ、ほら、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。今いいね。最強。今のいい。こっちかな、お宝。基本的ここだね。あー、やばい、なんか大丈夫。基本的こっちにお宝が全部ある。お宝もアイテム、敵も全部こっちやばいな。これ抜けるか、こっち。あー、うちのビグミンたちが邪魔してる。うちのビグミンたちがあの兵と買っちゃってるから下がんなきゃ。ちょちょちょこっち。あ、それ食らわないんだ。へぇ。でも、どっちか倒すしかないか。これで。これ。まあ、殴っててもいいな。なんか、吹き飛ばされる可能性あるんだったら。正直。時間かけても、これでもいいかも。って思うけど、みんなもそれじゃ退屈だよね。だと思うから行くよ。だと思うから僕は行くよ。社長、待ってて。おぉ、おぉ、オッケー、倒した。紫いればいけるか。紫いればいけるな。やばい。うぅ、危ねえ。待って、待って、待って、逆からも来てる。怖すぎ、マジで。防御のすぎ。紫で務めるしかない。紫で務める。務めよう。危ない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 。ウィーンって。で倒す。ウィーンって。ウィーンって、オッケー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 。いやー、マジで急に死ぬ可能性あるから怖いんだよな、これ。後ろピクミン頑張れ。頑張れ。オッケー、みんなで行こう。マジで紫どんどんいないと勝てん、これ。おい、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 レズ。一応あれが壁になってくれてるな。まあ、電気やってる、電気たち。怖すぎー。いけるか。これいけるな。戻れ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 。紫紫紫集合。こっち側に来てもらって、これを紫どんどんで倒すしかないね。で、紫突入。紫突入。やばい、電気来る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 。あぶねえ。で、一匹倒せば電気来ても大丈夫。オッケー。で、ひっくり返らしてから、攻撃。オッケー。で、紫どんどん用意して、この子を。うわ、あぶねえ。やばい、遅い、あぶねえ。
強い強い危ない。今紫潰されなかった。あれ来てもそれだけ、あれ来てもね、こんな狭い通路でやめろよな。頼むから、頼むから、こんな狭い通路でさ、石黒の子たちやめてほしいの。これ白ピクミンだ、ここ白早いからね、白はめちゃくちゃ早いので、ね、え、紫が一匹いるだけで遅いんじゃないの。あ、そんなことない、足引っ張ってそうだけどな、あいつ一匹だけあの紫が、あの足を引っ張ってそうだけど大丈夫か。我々余っときましょう、多分あそこに距離はもうないので。いや、大変だよ、ピクミンをここまで連れてくるの。ただ、地下5階までもう行けたので、4階か。次5階だ。いいんじゃない？まだかな？あいつら死んでないかな？心配15匹。心配なんだけど、大丈夫かな？あ、いた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 。ここまで長かったからね。やっぱ紫ピクミン足引っ張ってたから、あいつ。300円。イエーイ。レアメタルイエーイ。お。なくなったか？おし、お宝なくなったぞ。次行こう。ルーイを助けに。いざ。出陣。あ、怖い。怖いよ。何が待ってるの？怖いよ。あ、怖い。炎？炎？炎だ。炎だ。まず炎を壊そうか。取り出口があって。まず爆弾とか気をつけなきゃ、マジで。あ、赤ピクミンを積極的に使う場所じゃん。これ壊しちゃえば赤ピクミンじゃなくなってもいいし。うわ、メラメラ野郎がいる。メラメラ野郎いるよ。あ、調査しに行ってみな、お宝がどこにあるか。うわぁ。まあ、俺ももう炎効かないし、なんか起きたぞ、なんか起きた、なんか起きた、なんか急に起きた。逃げろ逃げろ逃げろ。なんで彼は今勝手に起きたんだ。なぜ？なぜ起きた？起こされたのか。時々なんか寝起きが悪いのか。寝れてないもん、いる場所が。もちろん燃えないからさ、燃え倒せる。あいつなんか睡眠の妨げしてない？大丈夫？あいつが睡眠の妨げしてんじゃないの？あいつが、あいつが悪いんじゃないの？もしかして、もしかしてだけど、あの豚ゴリラやだね、豚ゴリラね。メラメラもね倒したいけど、メラメラ持っとるやん、絶対持っとるやん。後ろから倒したいな、やるなら。やるなら後ろからだな。チャッピー急に起きるからそれが怖い。チャッピーを倒したいな。あと、まあ、とりあえず、炎だけ壊しといて。うん。赤ピグミンちょっとここ置いといて。いや、オリマーが持ってる。ちょっと紫たち連れて、行くか。あの豚ゴリラちょっとめんどくさいけど。まあ、まずはこうでしょ。まず一匹ずつこうやって倒す。はい。はい、オッケー。あの炎のやつは倒せないんで、赤ピグミンのやつ。赤ピグミンたちで。受けようってもらって。はい、頑張れ。はい、オッケー。で、炎を壊して、爆弾が来ないかだけ心配だね。
でも激辛、激にが、激辛使うか。激辛使えばいける。はい、頑張れ。あ、大丈夫。落ちる落ちる落ちる。危ない危ない。飛んでるやつ何これ。あ、バルーンか。バルーンだるいな。よし、これ壊しとく。バルーンだるい。あ、バルーンマジでだるい。あー、みんな花束がお花じゃなくなっちゃうから、みんなお花じゃなくなっちゃうからさ、こいつ倒しとこうか。メラメラ君と戦ってる間になんかね、邪魔されても困るし。はい、はい、いけ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 、ありつけありつけありつけ、いけ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 、オッケー。さあ彼行きましょう。激にが激辛使って、激辛使って入れていく。よっ、これだこれだ。やばやばい、いけ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 、やばい、数匹がやばい。大丈夫なのか。15匹残った。赤ピクミン5匹死んだ。まあ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 なのか。これは許容範囲か。5匹だと、うん、全部で6匹失ってるんだよ多分。あれてか出口だくね。入り口出口がない。あれ、あったあったあった、よかった。なんか15匹はいてほしいよ。10匹はいてほしいよな、各自な。動かないとか、水の中とかさ、取れなくなっちゃうから、黄色ピグミは別にいなくなってもいいと思う。あ、でも高いとこ取れなくなるのか。だからもう今みたいなやつ倒せないから、ちょっと失うのきついから、もう、全体の数見よっか一回。何が何匹失ったか。なに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 、これでこそ。何これ何これ何これ、ちょっと安全なとこ作ろうか。何もない。オッケー、一度降りは行ってきます。あ、なるほど、なるほどね。これ竜さが邪魔なんやな。どこにアイテムがあるのか。敵がいるわけでもない。ボスが出てくるわけでもない。ただただ、ここが出口で、彼を倒すかじゃ。リュウさんめんどくさいね。彼をまず倒しといて。はい、まず一匹倒した。アイテムは？どこだ、ここか、違うな、こっちか。あ、こいつが持ってる、こいつが持ってるわ、こやつが、こやつが持ってるから、よし行こう。やつを倒したいけど、ちょっと待ってね。あ、来た来た来た来てくれた来てくれた来てくれた。ラッキー、なんか来てくれた、ラッキーラッキーラッキー。なんかこのまま一つずつ倒して下ろしていこう。このまま行こう、このまま行こう。なんか向こうから来てくれた、ラッキー。倒せ倒せ、オッケー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 。まさかな、お宝の方から来てくれるとはな。うむなよ、そりゃ。はい、ラッキー。なんだろう、これ。
あ、俺映ってないビクミンだって。すごい。水晶玉な、ノーフィーチャー。ね、お宝全部なくなったら、行きましょう。入り口、出口。入り口、出口、どこだい？はい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 。はいはいはい、ドッスン、ドッスンして、はいはいはい。はい、最強。入り口出口はどこだい？こっちかな？あった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 。はい、行って行って。早く。岩が来る前に。ナイス！はい、次！犠牲者ゼロ。犠牲者がゼロ。あれ、ピクミンの数見てね。夢の穴何回目なの？ 20 回ぐらいありそうだね。うん。こいつらやばい。五黄色九死んでる。黄色を連れてきたくねー。行くかもうこれみんなで。ほら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 。ほらほらやっちゃいましょうかここ。やっちゃいましょうか。逃げろ爆弾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 逃げろ逃げろ逃げろ。俺強くしててよかった強くしててよかった。やっちゃいましょうかこれ。マジそう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 素晴らしいうちの子やっちゃいましょうよみんなでみんなでやっちゃいましょうよこれ。はいはいはい、オッケー完璧。やばい。やばい。人を持つ奴がいる。ちょっと猫ちゃんどいこっち何かない？何もない。どうしよう。俺嫌いなんだよな、あいつ。人持ってくるから。札。人を担いでくるんだよ、これ。こいつ。あ、あ、あ、社長社長オリマンさん痛い社長あやだ本当にやだ社長あんなとこにいます社長社長みんなお花なくなっちゃうってここ来たらやばいマジでやばい。よしみんな結構だ。社長やられるってこれ。早く早く逃げれ逃げれ。ああああああやばいやばい爆弾やばい爆弾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 早く一回逃げて。くそ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 。折り回しの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 。あいつさ、あいつさ、あいつ、あいつ、あいつさ、ああ一匹だけ死んじゃったか。でもこれで一匹ならまだまだマシなんじゃないか。ただダメージがやばいよ折り回し。僕たちの僕たちのダメージがすごいよ。まだいたんかい君は。先にこの子倒そう。一番殺傷能力あるのこの子なんだ。そう一番殺傷能力あるのこの子だから。あとオリマーたちがやられちゃうから激辛使わないとお花もなくなっちゃうんでちょっと激辛使いましょうこれ。オッケー、また撃ち落として、モードも撃ち落としたい。ナイスナイスナイス。激辛使えば落ちない。オッケーオッケーオッケー。お花がなくならない。よし、倒せ倒せ倒せ。絶対倒せ。絶対倒せ、絶対倒せ。絶対倒せ。絶対倒せ、絶対。もうマスト。倒すのがマスト。オッケー。激辛オッケー。で、
アイテム来たからアイテム運ぶよ。オッケー、完璧。犠牲者はいないけど、オリマーと社長の体力が犠牲になっちゃった。まさかの、大人たちの大人たちの体力がなくて、まさかの負ける可能性も考えられる。まさかの。いや、でもいいんじゃないでしょうか。頑張ってるんじゃないでしょうか。アイテム運んだら行こっか。待機。紫かな、一匹いなくなっちゃったの。遅かったもん。こべちゃうかな。いた。やっぱ紫が足引っ張ってるんだな。90円。アイテムここで何個手に入れたか見えないのかな。無理か。無理か。アイテム見れないわ。続きいきましょう。激辛あるからお花じゃなくても一応立ち回れるね。13個あるから。まだ無駄に使ってもいいし、ギキニガも一応あるので、やばくなったらギキニガ使えるし。あー、クモね。しかも赤ピクミン。しかも惑わしてくるやつもいるな。いろんな敵が。入って。赤ピクミン出して。カボチャはいるね。これいろんな敵がいるんだ。いろんなボスは前回のとこだったけど、いろんな敵がいるんだ。ってことは紫どんどん出てる。強い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 。やっぱ紫最強だ。みんな紫強いわ。紫に任せよう。これすべて。紫に任せよう。全部倒すの紫に任せよ。待って、なんか倒した。熱い熱い熱いね、ごめんね。熱いね。あー、ハーメルンがいる。ハーメルンがなんか動いてる。気持ち悪い。あー、なんか持ってるのか。気持ち悪い。面白いな、あいつ。やっちまえか。白！危ない、白！危ないよ、今の。危なかったよ。紫、ここで一匹使おう。黄色。黄色壊しといて。ここ。よし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 。紫を。あ、ダメだ。あいつあっちまで行っちゃうか。大変だな。あー、ハーメルンもいるからハーメルン倒さなきゃ。毒もいるの嫌だな。黄色に壊してもらって、こう殺傷能力があるもの全て最初に壊して、ドーンってして、ドーンってやってから、ハーメルンは倒した。ハーメルン倒した後、ドッスンして、ドッスンで攻撃。オッケー。で、黄色ピクミンで、壊して、ステリドッスンしといて、ドッスンしといて、はい。赤ピクミンで、黄色いっちゃったな。黄色いっちゃったけど、なんとか。頑張れ。いいんじゃない？やっぱ紫がね、いいね。熱いよね。これね。OK、クマちゃん運んでもらったよ。ありがとう、クマちゃん。クマちゃんじゃねえや。クマの格好をした、トレーニングマシン？なんかおもちゃみたい。人形さんだ、人形さん。人形さんありがとう。聞いててみ。うわ！
わ、紫投げちゃった。もう、金ピカミ少ないから。俺が殺しちゃって、紫。待って、こっちで一匹死んだ？金ピカミまた、こっちに投げちゃったよ。やべえ。これ焦ると良くないな。本当に。毒も見えなかった、今。紫行け行け、これ人選間違えると死んじゃうから本当に気をつけよう。今4匹倒しちゃったからね俺が。無傷で終わる予定だったの今、全て無傷で終わる予定だったの。俺が全部倒しちゃった。なんか頑張れ、ナイス。で、毒やる前に、毒やるんだけど、一匹じゃちょっと。白ピグミを飛ばせよう。ほとんど白ピグミかな、これは。頑張れ頑張れ。OK。これで足を引っ張るやつはいないか？大丈夫か？紫はこっちだ。最後やつだけどんどん押しといて、はい、ありがとう。よし、全然運べ、全然。足引っ張るなよ紫。いってらっしゃい。あー、人数がどんどんいなくなる。悔しい、悲しい。しゃあないか。ウーバーイーツ今のうちしとこうかな、ご飯。お昼ご飯食べて、頑張りたいね。よし。頑張れ。今一生懸命運んでる。僕、ジャックオーランタン。名前ジャックオーランタンだろ、これ絶対。大物のけかぼちゃ。俺の方が絶対かっこいいじゃん、言い方。くそ。次行こう。さあ次何が起こるか。うわあ、ここ狭いか。デメダマダラとかいそう。80匹。待てよ待てよ、花軍だ。ミスするぞ、ミスする。花軍だ。オッケーオッケーオッケー、バカバカ、ついていかな、ついていかな。お、激辛だ。花軍だ。これチャンスだな。増える前兆があるピグミンが。ピグミンを増やすステージも考えられるぞ。ナイス、お花。とりあえず花になって、花になっちゃって、うわ、おならだ、おならマンだ、おならマンだよ、おならマンも倒せ。ドッスンすればいける。激似が出していくね。やばいやばい、いじめられてる。おならマンね、おならマンこんなにいるのか。激似がめっちゃ出てきた。激似がいつ吸いたいの、みんな。はい、激似がバッカー、おならマン、おならマン激似がくれるぞ。数は激似が6、7、これ7になる。すごい、おならマン強い。しかもここでお宝ないわ。おならマンしかいない。激似がを3個手に入れた。これは嬉しいな。激似が激辛コンボも使えるぞ。7回も使えるぞ。いいぞ、いけるぞ俺ら。やばくなったらマジで使おう。おならマンありがとう。うわ、
みかん、あ、みかん野郎いる。ちょっと待って。おい、おぶれ。あー、一匹死んだか。これでピヨらしてる間に倒して、オッケーオッケーオッケー。で、端っ、おー、大丈夫か。端っこに寄りたかった。で、青ピクミン集合。青ピクミンやろう。青ピクミンってなんだ。オッケーオッケーオッケー。で、どうしよう。みかん野郎こっち来ないかな。みかん、みかん来た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 、みんなみかん来た、みかん来た、みかんここまで来い、みかんここまで来い、ここまで来い、頼む頼む。社長、社長、あれ、ここまでしか来ないのかな。そしたらさ、もうさ、社長と攻撃しよう。もうこれ、ごめんみんな、社長と行くわ。俺らで足元攻撃で、俺らダメージ食らいすぎるとやばいな。社長やばい。社長ピーじゃ来ないわ。ピクミじゃないんだから、ピクミじゃないんだから。青でいけるのか。青ピクミンの社長でいける。社長、ちょっと殴ったよ。社長いけ。あー、社長、社長、オッケーオッケー。一回離れつつ、これいけるぞ、いけるぞ。やべ、社長、ハハハハハ、俺は死ぬ。社長、オッケー、完璧。ごめんね、みんな。ちょっと、大人の力というものをね、彼らにね、見せときました。でも、みかん坊主は、運ばないと、彼らね、復活するからね。あー。そっか。これ、他のやつも倒さなきゃだな。いや、これ、とりあえずみかんを入れて、青ピクミンしか動かせないっていうのがちょっとしんどい。水だから、水辺だから。ちょっとこれはもう、しょうがないよね。左から攻めるか。敵が多すぎる。が。あかん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 。食べられちゃう、食べられちゃう。食べられちゃう。炎にやられちゃう。炎、炎、で、この子、この子、次この子、で、この子も倒そう。はい、次行くよ。どんどん行く、どんどん行く。次ここ、次ここ、次ここ、次ここよ。食べられちゃう、食べられちゃう。いけいけいけ、オッケーオッケー、倒せ倒せ。次ここね。いけいけ。ファイヤーをさ、この水辺に入れるのさ、結構悪いよ。悪いよな、さっきファイヤー、ファイヤーやばい。あー、オッケー。で、運ばなきゃいけないやつはどっかにあるんだよ。17匹になっちゃった。まあ、17は多い方か。どこに飛ぶ？真上？やばい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 。殺傷能力があるやつを優先的に倒したいんだよ。このカエルちゃんがめっちゃ殺傷能力あるんだよ。彼殺傷能力あるけど、やつが来るな。誘導、倒せる敵をまずは倒す。ありつけ。
危ねえ。オッケー。で、今度これ。切り。次切り。次黄色い君。次黄色い君を。あ、誰か捕まった。撃ち落としたい。撃ち落としたいよ。地面に重みで。重みで。うれ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 。頑張れ。頑張れ。重みで。重みでね。はい、いけ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 、重みでね。はい。オッケー。で、17Hのまんま残ってて。はい。あー、この子から倒すか。君が持ってるの。君がな、アイテム、お宝持ってるのな。君やな。君やな。ファイヤーくんがさ、ちょっとこっちに炎を向けてくるのちょっとずるくない？ファイヤーくん。あ、このタイミングで。ファイヤーくんちょっとずるくない？危ない。はい、ナイス。みんなお花がなくなっちゃった。え、15匹いる？よかったー！これ15匹いなかったら運べなかったこれ。危ねえ。ちょっと青ピクミンがもう17だか。ああ。よかった。え、よかった。よかった、20匹。え、よかった。連れてきててよかった、20匹。危ないな。出直しあるかもしれないね。出戻り出直し。なかったやつだけ覚えておいてさ。90円でゲットしたよ。人生花道。いい言葉。あれ？大丈夫だ。次行こう。アイテム21個だから結構多いんだよ。だ、地下まですごいあって、大丈夫かな、ピクミン。運べるかな、大ピクミン。赤ピクミン、黄ピクミン。全部失いたくはないよね。うわ、こっちやっば。うわ、もうさ、なんかやだな。完全に、一つの方向から行くか。待機させて、こっちに、お宝はないの？こっちお宝ないわ。なんかピクミン一匹来てたわ。あ、この子倒そう。ひっくり返え。ひっくり返え。ひっくり返るんだ。ひっくり返え。いけ。ひっくり返え。ちょっとコロコロしてる。これが紫どんどんの力。倒した。紫どんどん強い。な、やつがいるな、やつが。やつが。やつどうしよう。あ、人間殺しのやつがいる。あいつやだ。やつは、端っこから攻めるか。マジでどうしよう、本当に。やつ。OK、これで毒は平気で。なんかいるな。そしてね。倒せ倒せ倒せ。持ってくる。刺されるぞ。危ねえ。あー、どうしよう。あー、どうしよう。あー、どうしよう。これ、まずいな。どうしようか。激辛とか激ネガ使っても一匹持ってかれる気がすんだよな。あいつさえいなければいけるな。
あの人間殺しくん。人間殺しくんちょっとこっち連れてくるか。ギスラ使わなくてもいけそうなんだよこっち。人間殺しくんがさ、ここまで来てくれるさ。ほら。今あいつ後ろ向いてる。後ろ向いたときに、後ろ向いたときに人間殺しくんで、人間組んで、やばい。戻れ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 、刺されるぞ、刺されるよ。人間殺しくん、誰が、なんかもうこっち相手すらしてくれないもん。人間殺しくん来るかこの壁ぐらい、壁際でちょこちょこしてるから来ないのか。人間殺しくん来た。来た来た、いけ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 、よっしゃあいつさえいなければ、あいつさえいなければって感じ。ほんとにやばい、紫死ぬ、紫死ぬ、ちょっと待って、一回これでこれでいこう。激似が使っちゃった、ごめん。水、水が、あ、水がかかってる、水がかかってたな、今オッケー、右から使っちゃ、右にだか、一個使っちゃったけど、まあいいや、いっぱいあるし、この時に使って、これから、これも嬉しい。そう、こういう時に使ってくれたら俺も嬉しい。壊してて、中継に運んで、極力。いってらっしゃい。あっち側にもできるから、そんな行かないでね。あっち側も敵倒してないから、ね。なんかエビちゃんいた気がするから。ちょっと待ってて。あっちでエビちゃんがいるからさ。あとこれ運べばいける。白ピクミンたちでそれ運べばいける。頼むよー。ねえねえ。頼むよー。よし。王将。王将ゲット。王将のあれだ。将棋だね。よし、次行きましょう。いやー、ぼちぼちいい感じ。マジでぼちぼちいい感じです。さあ、1回でこれクリアできるのか ?12 はできましたね。多分10、20ぐらいあると思うんだよなぁ。あ、ボスっぽいなぁ、なんか。マーメルがいる。ボスではないか。ボスいないのか。急にまた敵がドッスンと降りてくる可能性を考えるいます。何もないよ、はい、急にドッスンでくると、ギキニが俺が使って、びっくりして使っちゃう可能性がある。何も出てこない。紫使うかじゃん。また来るよ。じゃあ。ドーン、ドーン、イエー、白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 、ピクピーク。うわ、なんか寝てるやつがいる。怖いから、もう怖い。いや、なんか行く必要ないか、行った。なんか出てきたら困るしな。これから回りましょう。あのカエルはここまで登ってくるのかな。来たね。ドーン。紫どんどん。はい。はい。
え、お風呂、お風呂、そういえばあったな、落石注意だ。まあ、今んとこ大丈夫だろ。ない、落石なし。これ落石、マジで気をつけないと。ピクミン探るな。ないね。落石怖いな。でも真ん中別に壊していく必要ないからいい。やつ、やつ倒すか。紫どんどんで。起きるんだよ、近くまで行くと。紫どんどんで。やばい。やばい。やばい。どんどんしよう、どんどん、どんどんできない?危ねえ!いや、持ってたんかいな、ほら。よく運べ。落石注意ね。何もなしって。あいつ一匹持ってたな。OK、白ピクミン。お!運んでくれた?ありがとう。あ、この地形さ、早く倒さないとさ、上からドッスンと落ちてくるやついるじゃん。上からドッスンと落ちてくるやつもいるからさ、最悪白ピグミを食べさすという手がある。どうして、あいつちょっとめんどくさいな。ここ落ちちゃった、落ちちゃったら仕方がない。これ壊しといてもらおうか。一応毒は壊しとかないと怖いもんね。ありがとう。ありがとう。まあ、こっちからも攻めれるわ。こっちから攻めてもいいかな。おや。ありがとう。ありがとう。ありがとうよ。で、白ピクミンね。壊した後に紫どんどんしたいんだけど、さっきみたいに起きてこられるとも困るんだよな。紫たくさんいるからできると思うんだけど、どんどんしないと勝てない。 OK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 。 どんどんしても勝てない時あるけど、一応どっかにアイテムがあるぞ。カエルちゃん、うわぁ、そう、落石注意ね。落石注意。カエルちゃんが持ってる説ない?違う。ポケグミが。ポケグミがやってる。どん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 しよう。どん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 。どん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 して。ふんにゃして。壊して。ふんにゃしたら持って。オッケー、道は作ったよ。みんな壊してくれた。オッケーオッケー、ナイス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 、ふんにゃした。で、これ運べばいい。一丁前だ。オッケー、これで一丁前です。ちょっとピクミンたち大丈夫かな。いっぱいいる。蜂が来るからね。オッケー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 。ホルドも必要ない、白ピクミンも。失っちゃダメだ。でも今27匹失ってるから、13回で、12回で。ピクミンが増やせないんだよな、途中で。前回と違ってね。お母さんの時は増やせたんだけど、今回増やせないから。デボケマナコモニター。いや、ナイスです。あ、もうないよね、アイテム。オッケー、アイテム忘れちゃダメなのね。ああ、ピクミン2ももうなんか完結するのかって考えるとちょっと感激深いな。うわーうわーうわー、紫
どん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 。どんどん。これだけどんどん強え。マジで紫いなかったらきつかったな。マジで紫いなかったらきつかったな。よし。俺の予想ね、今ね。爆弾飯がいる気がしたんだよ、この地形。今までの経験でね。飛ばなくてもいいかね。運べないとさ、どれが起きてるやつか分かんなくなるんだよな。そこだけなんだよ。だからこの毛はさ、抜けるからいいけどさ。ケチャップや抜けるからまだいいけど。他がね、寝てるか分からんよ。あ、密度。爆弾ではなく密度。うえー、こんな隙間から倒せるの。あ、やっぱ起きた。やつが起きた。やつが起きたよ。待って、やつ起きても来るのか。でも引っかかってるね、ラッキー。ラッキー引っかかってる。あぶねえ。多分あいつが持ってんだろうな、次のお宝を。おぶねー、おぶねー、マジで。うれ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 、ナイス。白運びに行ってね。チャッピーはいい感じに倒せたね。いいね。やっぱ紫ピグミンは偉大。ただ後ろから背中からドスンでしないと何匹かね、一匹だけじゃちょっとね心物足りないし、あのなんか色違いのやつ強いね、反転のやつ。次行きまーす。何事もなく終わった。マジで何事もなく終わった。紫と白をね最悪食べさせて手もあるからね。何これ、え、ファイナルラウンドって、待って、ルイ、待って、みんないる！ルイがいる！え、ルイ出す？え、ちょっと待って。様子がおかしい。なんかバギーみたいなのってない？様子がおかしい。ちょっと。え、ちょ、社長はさ、ピカミン見守っててくれ。なんかこれ、ボス？じゃあボスだよね。でもルイいるからさ。ルイ！ねえ！ルイ！そこで何してるの？おーい。あれはルイさん？社長、お宝の山に埋もれているルイさんを発見しました。ね、一人でこんな地下深くにたどり着くなんて人の欲望とは恐ろしいものですね。確かに一人で来たのすごいね。どうしたんだろう、ルイ。今ならまだ間に合うかもしれません。早くルイさんを助けてあげましょう。そうだよ。え、ちょ。え、メカ丸？メカ丸？社長、社長ピグミ大丈夫ですか？メカ丸何してくれてんのこれ？メカ丸！なんかすごいよこれ。何それ？何？電気だ。メカ攻撃してきたな、電気。攻撃パターンを読むか。今のが電気か。後ろについてるこれ毒かな。ってことは、キーピグミに連れていけば大丈夫。っていう一筋縄ではない。数匹連れてきて、黄色だけでも連れていくの怖いですね。ちょっと行ってみるか。これで。生まれて死んだりもしない？あ、攻撃できる。やっぱ毒だ。あれ毒なんだ。毒は、あ、こっち来てる。これに貼り付ければいけるか。キーピグミンで壊す。毒だ。毒やばい。毒俺も食らうんだ。毒はあまり耐性。社長、キーピグミン、
壊せ壊せ、毒も壊せる、毒も壊せる、選んで倒せるんだ、毒か電気か。俺は電気食らわないから、この毒を倒したい。いけるぞルイ、ルイいけるぞ、このままルイいける、いけるいける。なになになに、今度なに、今度なに、今度なに、ファイヤー、ファイヤーを持ってたの君は。いろんなの持ってるの。黄色だけじゃない方がいいか。黄色高くまで飛ぶからさ、こうやって攻撃できるんだけど。あ、毒食らわなかったよ、苦虫使ったんだけど。水攻撃して、え、大丈夫、ちょっと待って、俺今ちょっとピグミン見てて今水ここまで来てたんだ水がここまで来てたピグミン、もうちょい、うん、こんな人数で行こう、いろんなピグミン連れていくわ。で、激辛で行こう。次何、大丈夫、やべやべやべ、やっぱオリマーいてよかった。あー、こっちもオリマーいてよかった。今ちょ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 、いや大丈夫、大丈夫か、大丈夫か、オッケー、ちょっと確認しないと。水攻撃やばいな、水攻撃、毒倒す、毒壊す、毒壊す、毒壊す、ファイヤー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 、ピグミーピグミーピグミー多すぎると、多すぎたで、大変だ、ピグミーピグミピグミピグミ、痛い痛い痛い、ピグミピグミピグミ電気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 、大丈夫、こっち大丈夫、やばいって、やばいって、何か早く壊さないと、毒でもいい、何でもいいから壊したい。なんだこれ、次なんだ、毒だ、離れろみんな、離れろ、え、なんで食らうのこんなとこまで、みんな締める締める、うーわ、この数死ぬの、え、こんなに気づかなかったの俺今、嘘だろ。じゃあ必要なピクミンだけ連れていくのがありかもな。ってことは毒を連れていこう、毒から倒すか、毒簡単だもん、白ピクミンで毒から倒す、安全なところにピクミンを置きたい。子供ピクミンで紫はね、何でも倒せそうだけど、ちょっと激似が使えないのきついな、せっかく増やしたのにな、困っちゃうぜ、困っちゃうぜ、これここまで来たら水は食らわないと思うから、激辛でじゃあ増やしまくって激辛で倒すしかない。ファイヤー蹴るのやめ、ファイヤーしっかり避けて、終わるか、そろそろ終わった後に、なになに、もうすぐ攻撃してくるわ、毒だ、毒ならいける、毒ならいける、遠慮なくいこう、毒なら遠慮なくいこう、電気だ、いや全然ダメージ食らってるように見えないんだよね、全然ダメージ食らってるように見えない、いや早いな、その時に早いから逃げれるぞ、いやーダメだ、当たらない、お尻に当たらないよ、攻撃が当たらないよ、ほら尻に攻撃が当たらないよ、次何、ファイヤーね、ファイヤー当たらない、大変だ、
この作業をずっと繰り返さなきゃいけないのか。ぶつかんないよね。ピンピクミンじゃないと当たらないの。それが高いとこから。あ、どこ攻撃してもいいか。水はやばい。水はやばいし。こっち大丈夫。食らってる？びっくりした、食らってなかった。今食らってると思ったよね。電気だ、電気。電気は離れれば大丈夫。ビービくんだ。離れすぎかな。あ、当たった。時々ちっちゃくなるタイミングがあるから、そこで狙おうか。また電気だ。危ねえ。電気当てやすい。そうでもない。早くちっちゃくなって。ここか。このタイミングか。2匹。OK。やった。また電気。電気大丈夫そうだ。ほら。このまま毒。あー、すぐ来た。毒ならでも避けながら、避けながらいける。あー、痛い。ノックバックだった。ノックバック、キックバック。いけいけいけ、張り付いて殺す。やっつけろ、やっつけろ。張り付いていけいけ。いや、激辛また使う。危ないぞ。激辛使おうもん。俺らなら激辛で行った方がいい。白ピクミン&激辛で。この数で。大量に。オッケー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 。大丈夫、これ、毒だから。毒じゃない。危ねえ！危険だな、もう危険思想を持ってるから。危険な思想を持ってる。あ、やばい。炎とか取る。これさ。炎長いから嫌だね。4回ぐらいウィーンってやるよね。はい。ああ、終わっちゃったか。うまそう。ファイヤー来る、ファイヤー、ファイヤー。ウォーター、ウォーター。ウォーターこれ大丈夫なの？やっぱ食らってる、やっぱ食らってる、やっぱ食らってる。ここまで食らってるもんだ、ウォーター。ウォーターの時だけマジで気をつけないといけん。ウォーターやべえ。ウォーターがやべえ。これ。ウォーターやべえぞ。これどこ？痛い。ウォーター当たっちゃうのー。ポリマーガン。ウォーターはマジで危ない。ミクミ気づいたら失っている可能性がある。ちっちゃくなって。チャンス、チャンス、いけいけいけ、壊せ壊せ、電気壊せ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 、いけるぞ。オッケー、毒ね、毒、毒ならいける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 、毒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 、これ毒と電気を攻撃しております。毒と電気を攻撃しちゃってます。毒か、これ毒、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 毒毒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 。電気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 、やばい電気、やばい。1個壊した、1個壊した。次、電電電電気電気電気、ドクドク壊した、ドク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 壊した。いいぞいいぞ、この調子でいけば。まだピグミそんなやられてないし。ファイヤーファイヤーファイヤー、ウォーター、ファイヤー、ウォータ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 ー
ウォーター、オッケー、ウォーター、オッケー。ドク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 。当たんない、当たんない。はいや、はいや、はいや、はい。ウォーター、ウォーター、ウォーター、ウォーター。ウォーター、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 一旦こっち向けようか。なんだあいつこっちに攻撃してくるかな。はい。うわぁ、なんかこっち見てるよ。やだな。まあ、キーピクミンが一番当てやすいからな。え、ここまで来んの？そんなことある？ちょっと社長とさ、入れ替えよう。16匹いるのは理想だけど、やっぱ黄色が当てやすいと思うから、黄色でいこうか。黄色を。大丈夫、全然大丈夫。あ、それ食らっちゃうんだ、電池。ウォーター、ウォーター、ウォーターか、そこ。強い強い強い、黄色強い、黄色強い。痛い痛い。痛い痛い痛い。めっちゃ攻撃してる、ウォーターを。ウォーターの攻撃が強い、味方の。はいや、はいや、はいや。こいこい、当てろ当てろ当てろ。なんかもう、あっちも薬剣になってる、あっちも薬剣になってるぞ。電気ならいける、電気ならいける、電気ならいける。ウォーター攻撃しろ。いいぞいいぞ、薬剣になってる薬剣になってる。そうだよ、ウォーター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 ウォーウォーター破裂してる。やばい、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 オッケーオッケーオッケー。ウォーター乱射してる、やばい、ウォーター壊せ、ウォーター、まずウォーター壊そう。ちょっとこれ、あの逆境になってる彼らからウォーターを、ウォーター一回取り外そう。逆境になってるあいつから、そう、そのまま今のうち攻撃しといて、お願いお願い、ウォーター外せ、ウォーターさえ外せばなんとかなる。いけ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 、よしよし、ウォーター壊した、ウォーター壊した、むき出した、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、激辛いくぜ、サンダー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 行こう、サンダー行こう。ファイヤー来る、ファイヤー来る、ファイヤー、ここに来てファイヤーが来たか。ファイヤー壊すか、次ファイヤー、はい、こっちだ、左側、あっ、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー壊そう、ファイヤー来た、ファイヤー来る、このファイヤーが壊せればでかいぞ。サンダーはなんとかなるから、当たってもピグミン、うちのピグミンはなんとかなる。あ、なっちゃった、2倍の攻撃力失ったか。3段いける、3段ならいける、あー痛い、熱いけど俺もちファイヤー、ファイヤー、激辛をね、キーピグミで使うのが一番強い。いけるぞこれ、ルイ倒せるぞ、俺たちならいける。ファイヤーは無理、ファイヤーは無理、ファイヤーは無理だよ、ファイヤー無理だよ、ファイヤー無理だけど、つけて、ここで3段開ければでかいぞ、3段開ければ、これ3段だ、3段。オッケーオッケーオッケー、チャンス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 、めっちゃ攻撃してる、めっちゃ攻撃してる、めっちゃ攻撃してる、3段いいぞ、3段、オッケーオッケー、3段めっちゃいい、いい、色が変わるんだ攻撃するとき、あれ当たんない、ファイヤー壊れてない、ファイヤー壊れたよね、ファイヤー壊れてる、ファイヤー壊れてる、サンダーだけ、サンダーだけ、サンダーだけだよ、いける、あっち、
あっちい、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 社長、社長、社長頼む、社員を助けろ、社長マジで頼む。なのこれ。サンタ、こうしょ。あとちょっと、さての装備をすべて壊した。オッケー、ピクミン集合。行こう。ピクミン集合、みんなで。みんなで行く。俺こそみんなで。みんなで行こう。ピクミン集合、行け、うお、苦虫ない、よし、ピクミン集合、行け、みんなで行け、イエーイ、ルイ、助けた、ルイ、やった、大丈夫、おだぶつ、いえ、どうやら気絶してるだけのようです。ルーイが動かしてただろ、あれ。あれ絶対ルーイが育てたやろ。とりあえずここの塩ルーイも運ぼう。ルーイも運んで、一人で運べんのに11人で運んでる。はい、ああ、よかった。もう。格納庫に入れときなさい。ルーイ。人の命って10面なんだ。虫の王。やっぱ、あれ敵じゃん。どこ。激キャラ結構使わせられたし、激似側はあんま使わなかったけど、固めたら楽だったのかな。ね。固めたら楽だったのかもしれない。おー、いいね、アイテム1個。ごめん。毒。1000円。ケミカルウェポン。全部ケミカルウェポンっぽいな。次は、ウォーター。ウォーターが一番強かった気がする。なんか、遠くの敵まで攻撃してたもんね。どんなケミカルウェポン？モンスターポンプ。確かにモンスターだった。サンダーなんだろうね。ファイヤー。ファイヤーエグかったな。激ネガがなんか最初より多くなりました。ありがたいこと。あ、サンダー、ローリングサンダーみたいな。なんだこれ。マイナスイオンコンバーター。さすがにそこまで名前呼べなかった。最後はファイヤーですね。バーナーファイヤーみたいな。アルコールランプ。フレアキャノン、かっこいい名前。あ、でも頑張りましたよ、ルーイを。お宝全部手に入れたし。やったー、みんな。なんだかんださ、一個前のボスの方がさ、苦戦したね。ピクミンたち、ありがとう。これでピクミン、ワン、ツー。ほぼクリアしたことになっと、なんのかな？地上に戻ろう。ルーイを連れて。戻ろう。イエーイ。すごい、お宝持ち。すごい。39匹の犠牲を伴いましたが、洞窟をコンプリートすることができました。ありがとうございました。いいね。望みの大地。休日にピクミンやってる。あ、全お宝回収。すごいじゃん。何？なんじゃ。あ、全部お宝回収したから戻るんだ。ピクミンたち。みんな置いていっちゃったの。はい、社長、一緒に帰ろうね。ルイも。いや、よかった。急にいなくなったルイをさ、連れて帰ったんだよ。なんか光ってる。
ピクミン？ピクミンか？ピクミンだ。え、綺麗。最後に送り迎えというかお見送りしてくれてるのかな。で、こんなエンディングだったんだ。知らなかったぞ。ここまでやったことなかった俺。全部お宝集めるって子供の頃思ったことなかったし、2まではねやったんですけど、なんかね本当にゲームキューブの時代だったよ。子供だったよな。小学6年生5年生とか6年生やばい、そんなこと言うとバレちゃう。ピクミン2やったー、ありがとう、ありがとう。ジ・エンド。ピクミンの星とお別れしました。ジ・エンドです。よかったよかった。エンディングを一回見たよね、ルーイのエンディングを。で、これ帰ってからのさストーリーってあんのかな、どうなんだろう。てかこっから変わらないな。あ、来た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 。今までのピクミンの炎で死んだのに一人なんだ。ええー。電気35、爆死で死んだが多いですね。毒も多いね。え、炎一個なんだね。炎で死んだのさっきじゃない今日の。青ピクミン増やすぎだ。いいね。総プレイ時間18時間やりました。僕は18時間もやりました。ピクミンに。費やしました結構。長い時間を。楽しませていただいたよ。で、これ全部一応クリアしたので、エンディングとかないのかな？さっきのがエンディングか。イエーイ。一応お宝全部見れるよ。ん？新種。古代の神秘シリーズ揃いました。なんか全部揃った。ほら。こんなあるんだね。宇宙愛シリーズ。すべてのシリーズが。夢商品シリーズ。おいげえ。懐かしシリーズ。収納王シリーズ。まだある。五代の広告シリーズ。これ王冠だ。エンブレムシリーズ。まだあるの？大海中シリーズになんでルーイいるんだよ。虫の王。ルーイも虫なの？これ。ルーイ。虫の王にされてるよ。虫の王されてるけど。まあ、いっか。あと、多分敵も、生物も、見れたかな、全部。あ、出てきた。ヘラクレス大鎧雲。鎧雲かな。なんかいろんなのまとって、戦いました。まあ、彼自身は弱かったね。で、ゾウの足っていうんだ。ゴルムシ。アメ坊主。うわぁ、こいつ嫌いだったな。こいつ強かったな。ケメクジ。ダマグモキャノン。ダマグモキャノンも強いよ。118匹も減られてるし。みんなね、味のある敵だったね。一応生物図鑑も全部見てる。あ、見てるっぽい。ほら。え、こんなにいるんだ。敵って。こんなにいるんだね。このさ、キノコとかのさ、なんだかんださ、あんま見てなかったけどさ。一応生物図鑑に入ってるんだ。オッケー。完全に、クリアしたね。これね。34回かかりましたけど、お金も 28,175 円。はい。動画で頑張りました。で、みんなもピクミン1、2やってみたら、この俺のデイ34までにクリアとか、お金28,000以上集めようとか、ね、目標を持ってできるんじゃないでしょうか。ということで、本日、最終回、無事に、終わることができました。ルーイも助けたし、まあ、ピクミンたちと別れはしてしまったけど、
お宝回収全部できたので、楽しかったです。ありがとうございました。で、次、やるとしたら、ピクミン3なので、そちらの方もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。